はい、今回は、こちらですね、衛星通信社というやつです。これもですね、発売いたしましたけども、まあ、これもハイエースですかね。ハイエースが出た時に、なんかハイエースがね、2度新車で出た時があったんですよね。この型になってから、現行型になってからね、1回目出したんだけど、その後なんかキャンピングしようみたいな感じの、ハイエースでして、ん、なんでハイエース2回出したんだろうっていう疑問点がちょっと湧いた時があったんですが、まあ、これはその新型のハイエースを使った、あれですね、その衛星通信車と呼ばれます。衛星通信車というのは、例えば災害とか、まあ、そういったことですね。でスマホの電波がつながらないとか、パソコンからインターネットをつなぐときにつながりがにくいとか、まあ、そういったところに、まあ、こういう車が、すっ飛んできて、でこれでこういうアンテナをこうやってピッと、こうやってアンテナをね、こうやってやることで、その受信をして、でパソコンとかスマホでそのインターネットが使えたり電話ができたりというようにしますよというふうな、まあ、災害が起きたときにそういう活躍をする車ですね。で、まあ、これがそのハイエースを使った通信配信車ということですね。ですから au とか、あとはそのなんだっけな、あのソフトバンクとか、まあ、そういった形なんかもやっぱこういうのを使ってるんじゃないかなと思いますね。でそういうふうに、まあ、緊急時が起きたとき、災害とかですね、まあ、そういったときにその電波を、良くするために、まあ、こういった車が、まあ、出されているということです。まあ、これはこれで、いいんじゃないかなとは思います。ハイエースを使った、また別のバージョンの、まあ、やつが出てきたというのはね、これに関してはいいんじゃないかなというふうには思います。ただ、なかなかこれもこれで、まあ、面白みのあるところかなというのは、ありますね。うん、ですから、まあ、スカイラインに行くことに関してはね、まあ、買ってみないと、買って撮ってみないとわからないというのがありましたんで、買ってテレビ見たらサスペンションしかなかったりするみたいな、でなんかサイズが若干ちっちゃかいような気がして、うんと思ったんですが、まあ、これに関しましては、衛星通信車に関しましてはこれはいいんじゃないかなと思います。ただ今までないことが起きていることの原因としては、来月のトミカ発売ありますかと言ったらないです。これは公式のホームページに載っていますが、今までありえないことなんですが、トミカは来月は発売はされませんでした、ね、今までそんなことなかったんですが、ないんですよ。で7月ですね、2ヶ月後、今6月ですから、6月は発売されず、7月になった次に出てくるんですが、それもフィットしか出されません。424i シリーズはフィットしか出されません。これも今までのトミカがではないことです。ですからば、まあ、残念な話ではありますが、もうトミカというのは、まあ、残念ながら新しい車両、新しい車を開発するだけの余裕がもうなくなってきてるのかなとも言えるんですね。悲しい話なんですが。で、そうすると、もう下手したら近々トミカというブランドがなくなってしまうんじゃないかということが、まあ、いよいよトミカがもう終わりに近づいてるんじゃないかということが、まあ、見て取れるかなと思います。ただ、もし最悪トミカが終わりになったとなれば、まあ、こういったトミカに関しても、まあ、新車時で買った時の値段よりは多少はちょっと上がるかもしれませんね。ただまあサスペンションとか、まあ、そういったこういうアクションがあるものに関してはいいんですが、サスペンションしかないトミカが多いので、まあ、それに関しては、たとえトミカがなくなった、トミカブランドがなくなってしまったとしても、その価値は上がるかって言ったら、上がらないわけではないと思いますが、まあ多少少ししか上がらないと思います。ですから急激的にグッと上がるということはないんじゃないかなと。そういったのが上がるとすれば、サスペンションがついてるよとか、もちろんサスペンションついてるだけじゃなくて、ボンネットが開くよとかドアが開くよっていうことに関してはグッと高くなるかもしれませんが、
まあサスペンションしかありませんでしたというトミカがほとんどなので、最近のやつは。そうするとそれに関してはトミカというブランドがなくなった時に価値が出てくるかって言ったら、少ししか価値が出てこないんじゃないかなというふうに思います。ただ同時に、まあそういった今までないことがタカラトミーで起きてしまったということは、もう過去に対してもプレミアムのスカイラインとか刀が発売が延期になった、まあ、その前もなんか延期になった写真があったんですが、まあ、そういったことが続いている、そういったよあのことができ事実からしても、まあ、残念ながらタカラトミーの方としてはもうトミカに新車を出す余裕がもうなくなってきてるんじゃないかなというふうに、思います。そこまでの開発の力がもうなくなってきているということですね。ですから、まあ、あれほどサスペンションだけのトミカはやめてほしいと。で、そして初回特別ばっかり売り出すのはやめてほしいと。で、同時にもう一つ付け加えならば、あのフェラーリが出たよとかシビックタイプ R が出たよとかシルビア S14 が出たよってなったら、そればっかり作るのやめてほしいと、ね、そればっかり作るんじゃなくて、今度はまた違う車種を作ってほしかったなっていうのがあるんですが、まあそういったことに挑戦というのが、あまりなかったんですね。だから非常に残念です。ただ良い点もありました。例えばスープラの、初代のスープラかなが、まあ、トミカ箔のみですけど出されたりとか、あと後にヴィンテージでも出されましたし、あとはその MR2、 これもトミカ箔のみなんですが、まあ、出されました。 2代目ですね。でそれに関しては良かったなというふうに、まあ、思います。ですから、まあ、そういうわけですから、まあ、今まで例がなかったことでございますが、6月のトミカはありません。来月のトミカは発売されません、ね、ロングトミカかなんかで、ね、なんか他のやつではなんか出るらしいんですが、まあ通常での1番から120番での通常でのトミカは450円シリーズですか、はありませんと。今までそんなことはなかったんですが、異常事態が、まあ、起きてしまったということですね。ですから、まあ、今までこれから動画をトミカの動画、ミニカーの動画を撮っている方たちにとってみれば、ますます、まあ、辛いことになってくるかと思います。まあ、コロナの影響で経済がすごく大ダメージを受けていますし、まあ、下手したらコロナにすぐウイルスがやってくるんじゃないかということも懸念されているので、まあ、そうなってしまった場合は、多分またね、今度は輸入が制限されて、輸入が来なくなる。だからホットウィールとかマジュレットとかそういったミニカーも来なくなっちゃう場合がありますから、まあ、そういったこともやはり覚悟していかなきゃいけないかなというのはまあ思います。ですが、まあなかなかこれもこれで、まあ良いところはあって、これはいいんじゃないかなというふうに思います。こうやってアンテナがこうバカッとしないとか、あとバカッとこう閉じるようになってるっていうのはね、これは非常にね面白い機能ではないかなと思います。どうもありがとうございます。